ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ふんふんふん。なんかやけに機嫌が良さそうだな。絡まれたらめんどくさそうだからとりあえず撤退するか。あ、魔理沙。ちょうどいいところに来てくれたわね。ちょっと話を聞いてくれない？ええ、めんどくさいから絶対嫌だぜ。お願い。すぐに話終わるから聞いてよ。じゃあさっさと話してくれ。少しだけなら聞いてやるぞ。わかった。じゃあ話すけど私整形しようと思うの。待て、整形？なんでいきなり整形しようと思ったんだ？いや、今のままでも十分霊夢ちゃんは可愛いんだけどさ。もっと可愛くなろうと思って。それで手っ取り早いのが整形でしょ？だから整形しようと思って。おい、それはやめた方がいいぞ。霊夢は今のままで十分素晴らしいと思うぜ。それは知ってるの。だからもっと可愛くなろうってことなのよ。霊夢、整形をしたらちゃんと可愛くなれるって思わない方がいいぞ。成功するかもわからないしな。え、どういうこと？じゃあ今回は整形手術をして失敗した人7選を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。それじゃあ一人目に紹介するのは扇風機おばさんだ。もしかしたら聞いたことある人が多いんじゃないか？確かにその名前は聞いたことあるかもしれないわ。結構前にテレビ出演とかしてたからな。知ってる人は多いと思うぜ。この扇風機おばさんはハン・ヘヨンさんというぜ。実はこのヘヨンさんは昔めちゃくちゃ綺麗だったんだよ。マジか。そんな綺麗な人なのになんで整形をしようと思ったのかしら。綺麗になりたい願望が強かったんだよ。だから整形によってもっと綺麗な自分になろうとしていたんだな。だから今の霊夢と同じ状況だ。ほんとね。もっと詳しく話してくれない？心配になってきたんだな。そしてこのヘヨンさんは違法手術によって顔にシリコンを入れたみたいだぜ。そこからヘヨンさんの人生が変わってしまったんだ。まあ違法手術を受けてしまったらおかしくなりそうね。まあそれも悪いことなんだけどな。理由は別にあって、ヘヨンさんは整形中毒になってしまったんだ。中毒すぎて最終的に自分自身で整形を始めてしまったんだな。自分自身で整形？どういうこと？まあ基本的に整形手術ってシリコンとかを顔に注入したりするだろ？だからそれを自分でやったんだよ。ということは自分で注射を買ってシリコンを打ち込んだってこと？そうなんだ。だがその時打ち込んだのはただのシリコンだけではないんだよ。工業で使うようなシリコンや大豆油とかを注入していたみたいだぜ。工業用のシリコン、それって大丈夫なの？まあ大丈夫ではないよな。ちなみにさっき言ったもの以外でもいろいろ注入をしていたみたいだぜ。そうするとやっぱり体は受け付けないからな。顔がどんどん腫れたように膨れていってしまったんだ。やっぱりそうなってしまうのね。しかも想像していた自分と相反する見た目になってしまったから精神疾患も患ったらしいぜ。そりゃ気が狂いそうになるわよ。そして扇風機おばさんとしてテレビに出演することになったんだな。それからテレビを見た人たちがヘヨンさんに寄付金を募ったんだ。しかもちゃんと集まったみたいでな。元に戻すための手術が行われたんだよ。じゃあヘヨンさんの顔は元に戻ったの？まあ元通りとまではさすがにいかなかったみたいだな。だがヘヨンさんの顔に入っていた異物はちゃんと取り除くことができたみたいだぜ。それは良かったわ。そのまま何もしなければ良かったんだけどな。異物も取り除いて一時期は精神疾患も軽くなっていたんだよ。だけど整形中毒が再来してしまったみたいでな。また異物を自分で入れ始めてしまったらしいぜ。中毒って怖いわね。そしてこの異物注入が原因かはわからないが2018年にヘヨンさんは他界したんだ。少なくとも体に良くないことでしょうからね。もしかしたら寿命が縮まってたのかも。二人目に紹介するのはアメリカに住んでいるキャロル・ブライアンという女性だ。この女性は30歳を超えたあたりで顔のどこかが気になりだしたから整形をしたみたいなんだよ。その部位はどこだと思う？そうね。歳を取ると顔の至るところが気になりだしそうだわ。ほうれい線とか？確かにほうれい線も気になる人はいるだろうな。だが今回キャロルさんが気になったのは目元のシワなんだ。だからまずはそのシワをなくす整形手術をしたみたいだな。30代でも美容意識が高い女性なのね。40歳を超えた頃には額のシワや頬のたるみも気になったらしいぞ。だから針を取り戻すために額と頬に整形物質を注入したんだ。だけどその時に注入した場所を間違えたみたいなんだ。え、注入する場所を間違えた？それって医者側の不手際ってこと？そういうことだ。だからキャロルさんの顔は痛みとともに腫れ上がったぜ。しかも3ヶ月経っても引かなかったらしいぞ。最終的には額の腫れ物のせいで目の前が見えなくなるほどだったみたいだな。そんなに腫れてしまったのね。しかもその腫れを治すために皮膚移植とかをしていたんだがな。それも激痛がするらしいし手術が17時間もかかったらしいぜ。めちゃくちゃ長いわね。でも元に戻ったのかしら？まあ最善を尽くしたみたいだからな。ある程度は戻すことができたみたいなんだが、あるものは失ってしまったんだ。え、何を失ってしまったの？右目の視力だ。右目を失明してしまったんだよ。
だからキャロルさんはこの整形失敗から二度と美容整形はしないと決めたみたいだぜ。医者に失敗されたら怖くてできなくなるわよね。三人目に紹介するのはジュジュ・オリベイラという女性だ。ジュジュさんはブラジルに住んでいるみたいで、整形しなくても綺麗な人だよな。なんかこれまで紹介してきてくれた人を見たけどさ、みんな整形しなくても綺麗じゃない？なんで整形しようと思うんだろう。お前がそれを言うのか？霊夢だって最初の方に、今でも可愛いけどもっと可愛くなるために整形するって言ってたじゃないか。だから元は綺麗な人ほどもっと綺麗になろうと思って整形しようとするんだと思うぜ。霊夢はどうか知らないが。ああ、なるほどね。っていうことはやっぱり霊夢ちゃんは今でも十分可愛いのか。まあそこら辺は触れずに話を進めるぜ。ちなみに言うのを忘れていたんだが、ジュジュさんは、元は男性なんだよ。ええ、そうだったのね。トランスジェンダーで自分の性別に疑問を抱いてたみたいなんだよ。そしてジュジュさんは男性ではなく女性として生きようと思ったんだ。その結果、整形しようと思い立ったんだな。それはいいことね。こういう自分の意思を固く持って行動できる人は尊敬するわ。ほんとだよな。だが整形は結構お金がかかるみたいでな。その時ジュジュさんは手術するためのお金がなかったみたいなんだ。整形ってそんなに高いの？内容によるだろうけどな。シリコン注入をするだけでも90万くらいするらしいぜ。ああ、そんなにかかるのね。知らなかったわ。整形をしようと思っていたのにそんなことも知らなかったのか。もうちょっと物事を調べてから計画を立てた方がいいと思うぞ。そんなことわかってるわよ。でも思い立ったら吉日なの。あ、今回の話って整形失敗した人の話よね。ジュジュさんはどうやって手術したの？最初はクラウドファンディングをしていたみたいなんだよ。だけど結果はうまくいかなかったみたいだな。世の中そんな甘くないぜ。まあ知らない人が整形したいからお金寄付してくださいってなっても寄付しないと思うわ。だよな。それでもやっぱり諦めたくなかったんだろうな。ジュジュさんは闇医者にシリコン注射を頼んでしまったんだ。あらら。それでちゃんとシリコンは注入してもらうんだよ。だがこのシリコンが問題でな。普通のシリコンではなく工業用のシリコンを注入されたみたいなんだ。この工業用シリコンは整形では絶対に使わないらしいぜ。工業用って言ってるからね。そして注入後はオタフクのように頬が腫れ上がってしまったんだ。ちなみにジュジュさんは闇医者に頼んでいながらちゃんとしてくれると思ってたみたいだな。だが結果は予想とは正反対になってしまったから相当きついと思うぜ。じゃあジュジュさんはこのまま残りの人生を生きたの？本人的にはそれは好ましくないからな。工業用シリコンを取り除くための手術を受けようとしたらしいぜ。ちなみに手術受けるためのお金は持ち合わせてないからな。またクラウドファンディングで寄付してもらおうとしたらしいぜ。またクラウドファンディング？でもこの状況だったら情けで払ってくれる人がいそうね。確かにそうだな。だけど結局半分ほどしか集まらなかったみたいだぜ。まあ普通に知らない人が整形に失敗したからお金ちょうだいって言っても援助してくれないだろ。ちなみに言い方はもっと丁寧な言い方だったろうから誤解をしないように頼むぜ。まあ闇医者に手を出してそうなってるからね。結局自業自得と思ってしまうわ。4人目に紹介するのはドナテラ・ベルサーチという人だ。この人は超有名なデザイナーらしいぜ。ああ確かになんか聞いたことがある気がするわ。このドナテラさんは超セレブなんだ。だからお金があるがゆえに必要以上に整形をして失敗してしまったんだな。なるほど。顔の至るところを整形でいじってしまったんだ。最初の方は鼻や口に違和感があるくらいの失敗だったんだけどな。それでは飽き足らず、どんどん整形を繰り返したことによりもっと失敗したんだ。いやー、やっぱり綺麗になるために整形するって言っても限度があるのね。そういうことだな。アメリカとかでは唇を厚くするために注射するのは一般的らしいぜ。だけどドナテラさんはちょっとやりすぎてしまったんだよ。まあ唇だけに言えたことじゃないと思うが。確かに顔全体を何回も整形してるんでしょうね。5人目に紹介するのはデニス・アブナさんだ。このデニスさんの見た目はもう人ではなく猫としか言いようがないぜ。ほんとね、猫人間みたいな感じだわ。私的にこの人が望んだならこの整形は成功だとも言えるよな。実際に見ると怖そうだから私は会いたいと思わないが。確かに遠目から見るのがちょうど良さそうね。このデニスさんがすごいところは今までとは違ったような整形をしていることだ。入れ墨に関しては整形とは関係ないだろうから含めないとしても、口周りがとにかくすごいぜ。ピアスとかも相まって本当の猫みたいよね。しかも上唇は裂かれているからな。それに加えて牙も猫みたいにしているから相当思い入れがあると思うぜ。ほんとだ。言われるまで気づかなかったけど唇が裂けてるのね。そうなんだよ。そしてすごい明るく振る舞っているように見えるデニスさんは自ら命を絶ったらしいぜ。え、なんでなんだろう。やっぱり見た目で心ないこと言われたりしてたのかな。まあそこら辺は本人しかわからないだろうな。6人目に紹介するのはエイプリル・ミッシェル・ブラウンさんだ。エイプリルさんの整形は今までとは違った場所を直そうとしていたんだよ。今までの人とは違う場所？
ということは顔とかじゃないってことかしら？だな。エイプリルさんは真っ平らなお尻が嫌だったらしくてな。それを整形で直そうと思っていたらしいんだ。だけどそれが最悪の事態を招いたらしいぞ。顔以外でも失敗することはあるのね。まあ他の手術でも失敗するからな。確実に成功する手術なんてないと思うぜ。そして整形を心に決めたある日、客からある情報をもらったらしいんだ。それは安くシリコンを入れてもらえるという話だったみたいだな。安価でシリコン注入、怪しいわね。そうなんだよ。この医者が実は良くなかったみたいでな。一度目の手術では何もなかったんだが、二度目の後から異変が起きたみたいだ。どんな異変が起きたの？お尻が硬くなって色が変わってきたらしいんだよ。そしていろいろ調べたところ、その医者は免許を持っていない闇医者ということが判明したんだ。だから注入されたのはシリコンではなく工業で使うような素材だったらしいぜ。やっぱり値段が安い理由は闇医者だったからなのね。そして異変を治すために27回ほど手術を繰り返したみたいだな。その結果、両手両足を失ってしまったらしいぜ。マジか。軽い気持ちで手を出したら両手両足を失ったのね。怖すぎ。7人目に紹介するのはミカエラ・ロマニーニという人だ。ミカエラさんはイタリアの人なんだが、正直言うと整形しなくてもよかった人だな。綺麗な人ほど整形したくなるやつね。だな。そんなミカエラさんは整形をしたことにより以前の面影がなくなってしまったんだ。まあこの感じだと新しい自分になれたと思えば納得できそうだけどな。確かに今までの人に比べればまだこのままでもなんとかなりそうね。だが最終的には唇にいっぱい注射したらしくてな。人間ではありえないような容姿になってしまったらしいぜ。整形すれば必ず綺麗になれると思っていたけどそうでもないのね。しかも危なそう。そういうことだ。まあ危険なのは無免許の医者に当たった時だからな。ちゃんとした医者に頼めばまだ安心だと思うぜ。でも私はもう整形なんてしない。このままの私で生きていくわ。それがいいと思うぜ。ということで整形手術をして失敗した人7000を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。